ましょう。はい、一本目です。はい、よーい、スタート。はい、スタート。はい、ラスト、よーい、スタート。はい、お願いします。はい、お願いします。45歳のお疲れ様でした。もう本当にいじめです。自分で自分をいじめ抜いてるって感じですか？そうですね、なんかもう S と M が共存してる感じなんで、どっちか一体分かんなくなってくるんですけど、でもやっぱりこの不安とかが出てくる分、それをかき消すのはもうそういう追い込みだと思ってるの でやったことにしか身にならないと思ってるので、まあ、そういう意味では徹底的にもう一人の自分が自分を追い込むしか方法はないなと思ってます。今回のフリーになっての第一戦で、今回の公開練習はターゲットが舞台ですけども、ターゲットで練習することが多いんですね、最近は。そうですね、週2はやらせていただいてて、今週は最後週3やらせていただきたいなと思って、お願いはしてるんですが、やっぱりフリーになって一番きついのは仲間とできなかったり、さっきのビッグミートみたいに声をもらったりとか、まあ、そういうのが少なくなってしまうので、そういう意味ではターゲットに来させてもらって多くの仲間ができて、で、まあ、いろんな声をもらったり、なんかこうめちゃめちゃ人が良くて、本当になんか僕みたいな人を普通に受け入れてくれて、でかといって手を抜くわけでもなく、しっかりと正面から向かい合ってくれるので、まあ、本当にこの場に来れて良かったなっていうのはめちゃくちゃ思ってますね。以前と比べて練習面に的にはやっぱりちょっと違いはありますか？そうですね、もう決まりきったメニューがあって、まあ、人数も少なかったので、以前の道場はやれる相手が限られている中でいうと、まあ、今回ターゲットを来させてもらって、多くの人も10人以上の選手と毎回マススパーとかいろんなのやって、その都度アドバイスをくれるので、いろんなタイプの選手がいろんな角度で情報をくれるっていうのは、まあ、間違いなく僕には今適していってて、でもそれは素人から始めたら難しかったかもしれないんですけど、まあ、ある程度2年以上重ねた結果、ベースが少しできた中でのこの新しい情報、これはあと自分がどうやって取捨選択するかだけなので、本当にありがたい情報がたくさんここには、まあ、渦巻いてるなっていう感じですね。わかりました。先日記者会見にも出席されましたけども、結構緊張感を伴った会見だったと思うんですけど、いかがでしたか？いや、そうですね、もうなんか手汗もすごかったですし、久々に緊張という意味で、ただ場所的なところで言うと、最初のファイトクラブのあの場所の控室、すっごいちっちゃい控室入ったら山口兄弟がいきなりいて、で僕はスタッフと間違えられて挨拶されたんですけど、俺も出るんだよっていう話をしながら、あの時の方がどっちかというと殺伐とした感じはあったかなとは思いますが、でもやっぱり、まあ、目指せ山みたいなことをね、僕はまあ公言して、ね、大舞台で言ってるので、その、まあ、張本人がいたり、まあ、他にもね山口兄弟いたりとかっていう、こう名だたる選手がいる中で自分がアロマに立てるっていうのは、まあ、いい緊張と高揚、やっぱワクワクもめちゃくちゃありましたね。今も話に出たヤーマン選手ですけれども、前半戦出場する選手にもっと面白いことを言ってくれってきついことも言ってましたけど、あの言葉を聞いてどんなことを思いましたか？いや、もう僕もそう思いましたよ。僕以外の人っていうことで、まあ、僕が人を煽ったりとかっていう
立ち位置でもないし、僕がそこでどの子のっていう感じでもないので、他の選手が、まあ、そういう風にねすればいいなっていうのと、ただやっぱ前口大孫選手がもうちょっといい煽りをしてくれるとね、やっぱりあの煽りで言えば鮎内選手の方が勝ってたなという感じがあるので、彼がもう少し突っ込んできてくれたりすると僕も言いようもあったんですけど、まあとはいえ僕は僕のキャラで行くしかないというか、僕が伝えたいこと、まあ、そこはブレずに自分らしさを出せたんじゃないかなっていうのは思います。まあ、ファイトクラブの空気とはちょっと違ったかもしれませんが、でもあれが僕らしさなので、僕は僕の道を行きたかったなっていう感じですね。その前、あのプロレスラーを強いでとって部分を前面に押し出して戦うことを宣言してましたけど、あの発言を受けていかがですか？いや、サッカー選手も強いんだぞって言ってやりたいなって思いますけど、まあでも現役の彼はプロレスラーで、僕は現役のキックボクサーなので、そこのプロレスラーは強いんだぞっていう言い方はちょっと違うかなと。まあキックボクサーとして結局リングに上がるので、プロレスするわけじゃないんでね、そういう意味で言うと彼のキックボクサー人生ね、何十戦もやられてますし、もちろんそこには僕もリスペクトは持ってますけど、じゃあこの現役退いてた中で、まあこのタイミングで復帰して僕としては素晴らしい対戦相手で楽しいんですけど、まあ、彼がじゃあそれ相応の戦いをするのかと、そんだけの能力がまだ残ってるのかというところはちゃんと見極めたいですし、これで負けるとプロレスラー全員が弱いってことになっちゃうんで、変に背負いすぎない方がいいんじゃないかなと思います。オープンフィンガーのキャリアは阿部子選手の方がありますよね。はい、あの2戦目ですけどでも1戦やってたらだいぶ違うんじゃないですか？そうですね、あの僕いろいろこう調べた結果、指先が出てると出てないでだいぶパワーの出し方とか、あとセンサーのあり方が違うので、結構指先が表に出てる方、まあ、ずっとサッカーやってたのもそうですけど、やっぱ指で何かを触れるっていうのが自分の結構強みというか、それがセンサーになるんですよ。なのでオープンフィギュアの方が、まあ、気持ちがいいというか、自分なりにこのストレスのない状態で戦えるっていうのはありますし、あと、まあ、グローブの大きさも違うので距離感みたいなところもあると思うので、そういう意味では優位に立ててるかなという気がします。フェイスオフの時に見ましたら、あれですね、阿部子選手の身長は高かったですね。そうですね、結構差があるかなと思って、リーチの差もあると思うので、やっぱり自分が持ってる身体能力はどうやってその都度その都度そこで生かすか、その身体能力って結局対相手によって変わると思うんで、自分がいいと思ってもそれ以上の相手が来たら結局意味ないですから、じゃあ自分の今の身体能力、持ってる身体、生まれながら持ってるものが対戦相手によって変わってくる、それをどうやって生かせるかっていうのが、まあ、一つポイントかなと思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他ご質問のある方、はい、松井さんお願いします。はい、ごめんなさい、フリーファイターの松井と申します。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと基本的なことを伺いたいんですけれども、まず、このリング、まあ、もしくは格闘家で目指す目標っていうのは何なんでしょうか？そういう意味で言うと、何のために格闘技やってるかっていうと、すごくベタなんですけど、とにかく僕は勇気与えたいので、まあ、年齢なんて関係なくて、40歳から J リーガー目指して、43からまあ格闘家転身して44でプロのリングに立って今45です。で、年齢言い訳にして、まあ、20代も30代もそうですけど、年齢言い訳にしてやっぱ前に進めない大人がやっぱ増えてきてしまってると思うので、まあ、そんな日本が僕はつまらないなと、何歳になっても勝負できるんだと、ほら見ろか、見たことかと、俺が思いっきりやる姿を見てもらうっていうのが、まあ、非常に大事だなと思うんで、僕がリングに立っている理由はもう勇気一つですね。とにかくそれを、まあ、与えたいというか、とにかく届けたいです。見てる人に、あ、いつ何時何があっても今が一番若いんだなと、それを届けられるんだったら何だって始めていいんだって、自分が思っていることをスタートしていいんだって、そういう思いをやっぱりしっかり伝えていきたいなと思います。例えばその目に見えるものベルトとかそういったことはあるんですか？正直ベルトとかはないです。勝った時にもらえるトロフィーだけで十分僕は嬉しいっていうのがあるので、ああいうのがすごく幸せの一つでもありますけど、ベルトとかっていうのは気にはしないです。ただ気にはしないというか目指してないです。ただランキングだったりとか、なんかやっぱあいつ強いなとかっていう評価はどうしても僕もやっぱり競技者なので気にはなります。自分の立ち位置がどんだけのものか、あいつは未だユーロものなのかとか、未だ茶番なのかって言われるのはやっぱり嫌なので、本物の格闘家として
そういうところに名を連ねるっていうのは興味はありますけど、優先順位の1番2番ではないです。ただ、さっきおっしゃったように言ってくれたように、あの興味がないと言ったら嘘にはなります。そういった対話者からの格闘家としての評価、目に見える評価としてやっぱ取りに行きたいな、何か自分もそういうところに、勝負したいなっていう思いはどっかやっぱり競技者として残ってますね。そのヤーマン選手とその対戦したいっていうのはどういう気持ちなんですか？あ、もう一個です。やっぱりヤーマンの戦い方とかヤーマン選手のその成り上がり方というか持ってるバックボーンで、今あのシングルマザーの人たちを招待したりとか、そういう社会に対して実は貢献してる力を格闘技で使ってるじゃないですか。で、格闘技の僕良さってそこだと思って、てかスポーツの良さはそこだと思ってるので、何か社会に役に立つ、社会に貢献できること、ただ自分が気持ちいいとか自分が成り上がりたいだけじゃなくて、それが誰かの役に立ってるってことがすごく大事だなと思った時に、めちゃくちゃシンプルに分かりやすいメッセージを発信してるので、格闘技の在り方の一つが、格闘技のその武士道の道というところの在り方の一つに僕はリスペクトをすごくしているので、彼とやっぱり思いっきり勝負して、僕も不登校だったりとか発達障害だったりとか、まあ元々そういう仕事をしてたのもあるので、そういう子たちへの勇気、何か一歩踏み出して社会に復帰する、社会で輝けるチャンスを僕も与えたいと思うんで、彼とバチバチにやり合ったら、そういう社会に意義のある格闘技、もしくはライズが目指しているそういう、まあ青少年育成だったりとか子供たちに向けて思いっきり表現できるんじゃないかなという意味で、僕の中で一応聖地ヤーマンみたいな感じではあります。なるほど。あの相手をリスペクトしているからこそみんなにそういう視野を伝えたいということですか？そうですね、もうそれ以外ないです。なんかぶっ倒してやりたいとか、なんかそんなことよりも最高に格闘技を持ってる一番本質的な部分を見せれるんじゃないかなって。もちろん今は彼にとって全くもって眼中にないと思います。今やったってどうなんだってあるかもしれないですけど、それでも僕は言い続けることが大事だし、40で J リーガーになるって言った時に周りみんな引いてったんで、でもなったんで、そういう思いでとにかく今周りが引くようなこと、バカじゃないかって言われるようなことを堂々と言えるかどうか、それが僕は人間の成長にも大事だと思ってるんで、そこに挑みたいなと思ってます。わかりました。あと今回ですね、朝倉未来さんの、まあ、軍団というか対抗戦っていうのが3試合で行われますけれども、はい、会見多分いられ、その場にいられたので分かったと思うんですけど、結構その朝倉軍団のなんかパワーがすごくて、ちょっとこうヤーマンさんとか押されてる感じがあったんですけど、外から見られてどう思われたんでしょうか？いや、もう楽屋というか控え室でそこ言えよみたいなね、めちゃくちゃ今試合より僕は盛り上がってたんじゃないかなって自分では思うんですけど、やっぱり相手の土俵に乗ったらダメなので、結局最近の会見とかって論破するかしないかになってきて、本当に何を伝えたいかを忘れてるんですよ。で、論破するってなったら彼らは彼らの土俵のものを持ってるんで、それはめちゃめちゃ強いんですよ。で、うまく三者三様で朝倉未来選手が入れながらも他の2人がバランスよく取った3人の軍団っていう形での論破大会になっちゃってたんで、そこ違うよなと、そこ乗ったらあかんぞと、やっぱり何を伝えたいか、山がなんでこの大会をやりたいかっていうその根っこの部分をやっぱ伝えなきゃいかんし、まあ、ケルベル選手も山口選手もそこの自分が何をしたいか、自分がどんなことを伝えたいかっていう一つのメッセージをやっぱり発信するっていうことが、ああいう瞬間僕は大事だと思ったんで、もっと強いメッセージ持っとるやろうというのは正直思いましたね。もっと言ってくれと思われてたわけですか？そうです。言葉に対抗して売り言葉に買い言葉で言葉合戦するんじゃなくて、あなたが伝えたいメッセージは何ですかと、それこそ何のために格闘技やってるんですか、それを言えばもう一発で僕は終わった気がするし、それだけのメッセージは持ってるはずなんですけど、ちょっと相手の土俵に乗っちゃいましたね。そこは僕は残念だったなと思います。特にケルベロ選手がこう攻撃されてちょっと黙っちゃうみたいな感じでしたけど、ちょっともどかしかったですか？いや、めちゃくちゃもどかしかった。僕行きたかったですもん。あそこに一人オブザーバー席で俺置いてくれよって思うぐらい、俺あそこから援護できたぞみたいなのあるんですけど、まあ本当ちょっとそこは残念だったのは、やっぱり日々何を考えてるか、日々何を思ってるか、記者会見にどんな立ち位置で挑むかって、やっぱりシミュレーションして事前準備しないとダメだと思うんで、それやっぱり格闘技の試合と一緒だと思うんですよ。どんなことが想定されるか、そこをやっぱ考えた上であの場に立てるかどうかで変わってくるんじゃないかなと思います。阿部子さん選手はじゃあそれをいつも練習した上であそこの舞台に上がってるんですか？あ、もちろんです。もう僕鏡の前で何回もシミュレーションするん で言い慣れない言葉をやめるとか、あとはナウの情報を出すとか、まあ、なんか前回もちょっとその本当にたまたま行った神社が2つともその日露戦争のことだったんで言ったっていうのもありますけど、とにかく自分が体験したことをなんとなく上っ面でいいような聞こえのいいような言葉は絶対使わないで、自分が日々思っていること、日々話していることは言うっていうのと、意外に鏡の前で何回か練習したりもするん で、あ、これ言いにくいなとか顔引きずってなと思ったらやめます。じゃあ今日の公開練習を練習したんですか、そういうことは。
あ、そうです。何を聞かれるか全く分かんなかったんで、公開練習の動画を何人かいくつか見て、あ、こういう感じかと、じゃあ僕の中で何を喋ろうかって。でもあとはやっぱりリアクションにも慣れてくるので、そこに自分の伝えたいメッセージをちゃんとその答えて終わるんじゃなくて、何を最後伝えたいかみたいな。ただあの予想外はいきなりあのビッグビットがあったっていうことで、あの口の中今カラカラでちょっとあの大変ですなるほど、わかります。やっぱりその格闘家も喋る準備をちゃんとしてから上がった方がいいってことですね。あ、そうです。もうトータルです。リングもリング前もあリングの後も入り口から出口までトータル含めて僕はそこあの勝負だと思ってるので、試合はすでに始まってる。もちろんメインは散布さんなどそのリングですけど、それも含めてじゃないかなと思ってます。わかりました。ありがとうございました。以上です。ありがとうございます。他ご質問のある方。お子さんがじゃあクラスをやればいいんですね。そうですね、その時間が必要だと思います、うん、大丈夫ですかね。やんちゃ集めてクラスします。はい、じゃあ最後すいません、はい、ファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、皆さん、アビコ高松です。前口タニソンにはサークリングくるくるしてなんかしょぼい試合ばっかりしてねえでお前打ち合いに来いと言われたんですが、別に僕は挑発に乗る気はない。ただ KO しかないですよ今回。その判定がないんで思いっきり僕も言いますよ、正面から。それは僕なりの戦い方、僕なりの距離感、僕のやり方で、相手に言われたから挑発に乗って相手の土俵に入る気はないんで、彼を僕の土俵に入れてしっかり倒しますよ、しっかり勝利ですよ、しっかり勝ちますよ。それを見といてもらって、どうしてもヤーマン選手と朝倉未来選手は注目されてますけど、いるんですよ、アンダーカードに爆裂キャラが。見といてください、やっちゃいますよ。以上です。